とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、新しい金ユニーク装備、ゲットしました。これです。はい。骨のコンボ、250金色。どう？金色スキルが、モブを炎上させる。火炎がついてます。悪くはないよね。まあ攻撃的なスキルだと思う。それにエンチャントが雷、衝撃波、輝きだね。雷を重力にしようかなと思ったけども、もう戦い方はさ、ちょっと気をつけていけば重力なしでも対応できるから、まあこれでやっていきたいと思います。攻撃力半端じゃないよ。99万から124万。ものすごい。それにプラス 20% 乗ってるからね。やばいと思いますよ。では、いつものここで使ってみましょう。では、行くね。骨のコンボがね、ネザーアップデートで新しく出てきた武器で、まあ、体験なんだけども、刀とかクレイモアよりも、俺としてはね、使い勝手がいいと思うんだよね。確かに振りは遅いけども、2発しか攻撃しないから、衝撃波も出やすい。うん、敵のノックバックもかなりやってくれるので、いいと思うんだよな。キノコとブーツと、あとこれだな。ガードを上げていきましょう。はい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 。この戦い方をね、考えていけば、全然重力とか旋風いらないんだよね。むちゃくちゃ強い。とんでもない攻撃力。あ、火炎もいいね。秒間で、秒間じゃないな。うん、多分1秒間にかなりダメージ与えてる。うん、持続で6万6000ダメージ与えてるから。ああ、ちょっと待って。キノコ使うの忘れてた。かなり、うん。結構あれだな。あミスった。あれ？やばい。オッケーオッケー。集団に襲われた時が、結構威力を発揮してくれるのかな。あやられてしもうた。でも重力なくても全然大丈夫だわ。重力なしで全然いけそう。雷がね、多分いい感じで発動してくれればいいんだ。あとはこの戦う場所。おい、あ、危ねえ。死ぬ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 。あ、死んだ。さすがにエンチャント系が来るときついか。味方回復がついとるな。また再生味方回復は結構辛いんだよね。よしよしよし、いけるいける。戦い方をもうちょっと考えていけ。あー、まあいいかも。まあ、基本的にあれだよね、ブーツはいらないから、それに代わるもの、まあドラとか、うん、まあ笛とかでもいいかもしれないね。笛で近寄ってきたやつを吹き飛ばして、でさらに攻撃をしていくっていう、そういう戦い方もありかもしんない。笛強いやつ俺持ってなかったっけ。笛の200ちょっとのやつあった気がするんだけど、ないの？ない。あったあったあった。こういう感じでどうだろう。こうやって飛ばして、あ結構飛ぶな。近寄ってきたら飛ばして追撃していくっていう感じ。まあ他にも足止めしていくっていうのもいいだろうしね。さあ、あっち行け。ああっち行け。こういう戦い方もまあいいんじゃないですか。ダメージも大して受けないっぽいんでね、これなら。
これ力のポーション取った時に攻撃力がエグすぎる。あ、笛はだいぶ相性いいな。うん、笛相性いいわ。これならうまいこと慣れてくればダメージ食らわない。これはいけるな。この戦法もありかもしんない。こっち来んな。よし、笛プラスでだいぶいいぞ。攻撃全然受けなくなった。まあこういう感じね。オッケーオッケー。威力としては本当に申し分ないのでいいでしょう。問題はボスだな。ボスをどれぐらいの感じで倒せるか、それはちょっと気になるところ。いっぱい来た。寄らせないぞ。おう、オッケー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 。ドラを使っていきましょうか。ドラとドラがねえ。あれ、上の方にもうちょっとあるか。なんかこれアーティファクトさ、もうちょっと整理しないとダメだな。なんかわけわからんくなってる。おっと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 、充電しなさいよってことか。オッケー、わかった。行くぜ。あー、まあ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 、こんなもんじゃないですか。っていうか、これなんで笛のまんましてんの。いいか、笛のまんまでオッケー。これでいったる。よっしゃあ、全然問題ないね。あ、お前もゆっくりになるんかーい。聞いてる聞いてる、だいぶ聞いとるよ。じゃあ、うん、悪くないな。ほんとアーティファクト次第で使っていける装備です。威力も半端ないからね。はい、ということで今日は新しく入手しました骨のコンボ金色スキルが火炎がついてるやつをやってみました。防具で火炎強化とか入れてもいいかもしんないね。うん、でもまあこれでも十分強いのでいいでしょう。この武器は取っておきます。保留だね。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。